フィムがここへ来たはずだ。ああ。どこへやった？彼女の望む場所へ。それがどこかと聞いているんです。分かっているはずだ。てめえ、よくそんな真似を。オーディンを出したんですね。フェンリル本部は我ら人類の最後の砦だ。大回乱に飲まれるわけにはいかない。行くぞ。外だ。待ちたまえ。急いでいるんです。君たちへ。だそうだ。これはフィムからの手紙。我々にとって優先すべきはフェンリル本部の死守。したがって君が失敗した場合のために後方にオーディン部隊を配置している。仮に君が失敗すれば彼らを起動することになる。よろしく頼む。けど、いっつもみんなのことを考えてくれてます。ルルはとっても優しい。かわいいお洋服をたくさん着せてくれます。ジークはフィムに元気をくれます。でもゲームはズルしてばっかりです。リカルドはいつも内緒でお菓子をくれます。そしていつもイルダにバレて怒られています。クレアはヒムに笑顔をくれます。ヒムのこと大好きって言ってくれます。それからお父さんはヒムの大事な大好きなお父さんです。いつも温かくて抱っこしてくれます。嬉しい時も悲しい時もいつだって。でもね、抱っこはもういいの。フィムはもう赤ちゃんじゃないから。自分と向き合う強さ、全てをかける強さ。
気持ちを信じる強さ、みんなの強さと優しさがヒムを強くしたよ。ヒム、負けないから、みんなを守るから。だからまたみんなでパーティーしようね。押されている。畜生、フィム。みんなは大事だ。みんなはフィムが絶対に守るから。乗り切ったのか。フィム、無事なの？聞こえますか皆さん。エイミ、どうした？大回覧の第一波は消滅ですが、第二波がそちらに向かっています。第二波？さっきので終わりじゃなかったのかよ。残念ながら彼女はここまでのようだ。総督。しかし最難関である第一波を防いだだけでも素晴らしい戦果だった。後方の王林部隊、前へ。待って、まさかまだ生きて。無茶よ、もうこれ以上は。フィム、もうやめて。嘘だろ。フィム、どうしちまった。限界を超える海域の捕食にオーディンが耐えられなかったようだ。君たちは下がれ。オーディン部隊、前へ。全機を追って暴走したオーディンを止めろ。待て。やるんだな。諦めてなるものか。目の前にいるんだもんな。ここで引いちゃダメだよな。あの中でフィムが待ってる。そうよね。私からもお願いです、総督。フィムを、家族を、これ以上引き裂かないでください。その痛み、あなたが一番よく知っているはずです。イルダ、しかしもはや方法は、方法があろうとなかろうと関係ない。フィムが待ってるんだ。僕たちは諦めない。最後の最後まで行くぞ。みんな、フィムを救い出す。帰って、全員揃ってパーティーをするんだ。家族みんなで。おう。ああ、行くぞ。今の携帯反応は見たくない。
でかい。なんですかこのでかさは。飛んでなかった。何も来なかった。やばそう、やばそう、すっげえやばそう。何それ。おお、怖っ。何やったか。でかくて見えない。とにかくでかい。もう頭入るね。頭こすってれば意外と簡単かもしれないね。おお、でかいし早いね結構。まったくもうこんなものを作っちゃって、ちょっと届かない、届かない。うおー、てか今の判定は手にあんのか。ほいほいほい、倒して、すごい壁殴り。また移動すんの？やっぱり怖いな。移動とね、叩きつけが同じモーションって嫌だね。しているのか全然見えないですね。やべ、レーザー降ってきてんじゃん。いけるかな。おお、いけそういけそう。言ってるそばからやばそう。こんな時には回復アイテムがない。外した。おお、いって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 、ちょっと待って。あ、よかった、終わりた。インテージはバストか。怖っ。届かない。おお、今のジャストになんないんだ。なに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 。うお、ああ、ジャストガードできなかったし、食われたし、マジか。え、バリアついてる。
バーストかけるまで待つか。あぶねえ。うお、いっていっていって、死ねる死ねる。優しい。絶対ジャストじゃないでしょ。生き返ってるのに食われている。無限の飛食っていうのかな、食われた状態でございますな。よし、あー強い。うう、いい。やべえな。特にいいアイテムは持ってないよ。あれで死んだのかさっき。やべえなこれ。おお、これ。ジャストしないと無理だな。長い、そして強いエンゲージね。エンゲージをするためには食われた状態は治んないと。いつまでバーストしてるんですかね、オーディン君は。長いです、長いです。何それは、やりか。うん、追尾じゃない優しさ、それ超嫌い。今です。おお、完璧だね今の。やっべ、もうシール復活できないんじゃない。あ、1回なんだ。クリアだし。誰だよシールって。あ、前作のあの人だ。もはや寝ぼけてて頭がごちゃごちゃに。お、エンゲージできんじゃん。精神世界だ。これはフィムの声。黙って聞いとこ。
僕の声を聞け。帰って来るんだ。おびっくりした、エンゲージか。やっぱりみんなでエンゲージは出しかったんや。下いれば安全だね。待てよ。引かれた。よし。全然ダメージ食らわない。殴りですね。怖い怖い。やめな。いいな。あ、すごい。エンゲージちゃんとしてるわ。やり？違った。こいつは一回ポッキリのものですからな。全然通んない。フィムはどうなったの？現在確認中。ただいま、お父さん。ただいま、みんな。今ね、わかったよ。みんなの、世界の、思いが。今なら
できる気がする。これはエンゲージ。今からエンゲージが広がっています。対象は周辺地域一帯の海域そのものです。なっている。報告をあげろ。前線からの通信が途絶えています。フィン、君が君たちがこれを。綺麗だね。ああ、優しい光だ。聞こえたな、みんなの声が。ああ、みんな生きることを望んでた。人も、ゴッドイーターも、エイジも、この海域すべてが。とんでもないことしちまったな。フィム、すごいね。ご褒美もらえる？うん、おいしいご飯たくさん作るね。
のね、ヒムはもう赤ちゃんじゃないけどね、いっぱい頑張ったから抱っこしてほしいの。お父さん大好き。帰るか。うん、帰ろう。僕たちの明日に。
こうして海域捕食作戦および赤の女王との武力衝突は幕を閉じた。クリサンセマムの若き英雄たちが起こした奇跡、あの瞬間この領域に生きる全てのものの意識がつながり反響し合った。人間やゴッドイーター、英雄だけでなく荒神や海域そのものとも。エイジのエンゲージにも似たこの事象のメカニズムは現時点では解明されていない。分かっているのは大回覧で活性化した触界を無害な状態に変化させたこと、そしてこの奇跡が人々に生きることの意味を考えさせるのに十分な出来事だったということだ。エイジをリソースとしたオーディンの運用は永久に凍結され、エイジに対する待遇改善の動きが急速に進行している。海域という絶望の井戸の底で一筋の光を育んだエイジたちの手によって世界は変わった。彼らがあらゆる垣根を越えた新たな港を手にする日もそう遠くはないだろう。彼らが成してみせた奇跡が、つなぎ合わせた光が、果たしてこの先の未来に何をもたらすのだろうか。おお、クリアだよー。嬉しいな。よかったね、お前帰ってこれで。今日テストで花丸もらったの。よかったな。よかったね、本当に。分かってたけどね。うん、お月様になくて本当よかったよ。そんなこんなでおしまいです。いやー、ハッピーエンドってね、やっぱり一番いいよね。ゲームのね、ストーリーは終了だけど、ゲーム的に言えばここからね、やっと遊べる感じだからね。好きな武器作って、盾作ってね。これからな、楽しみだな。ということで、お疲れ様でした。それじゃあ、バイバイ。